メジャーさん、ルール変更で盗塁数が4倍に跳ね上がる。 MLB に今季から導入された新ルール、ピッチクロックの違反は開幕戦15試合で合計14回発生。一方で平均試合時間は26分も短縮されて2時間45分となったことが分かった。レギュラーシーズンで最初のピッチクロック違反者となったカブスのマーカス・ストローマン投手は、間違いなくきついと影響が大きいと認めている。またホームプレートを除くベースのサイズが拡大されたことや、牽制球の回数が制限されたことで、開幕戦での盗塁成功数は昨季の5回から21回と大幅に増えた。たった26分かよ。26分すごいよ。これまで日本で時間短縮目指して成果が5分とかだったから。確かに試合テンポは良くなったわ。牽制球も含めての時間なのか。牽制したら1回リセット。でもそれだと永遠に牽制して無効化できるから、牽制回数に制限がついた。3回目でアウトにできなければ僕。競技性が大きく変わるな。盗塁4倍はやべえな。別なゲームになる。周東年間200盗塁。周東がメジャー挑戦できるな。単打からの盗塁企画が増えまくってるな。盗塁全盛期到来。盗塁に関しては投手がクイックモーションを覚えればよい。投手と捕手の負担が増えすぎでやばい。趣旨はわかるけど、もう少し制限を長くとってもいいような。投手成績ボロボロになりそう。来季からは機械判定も入ってくるんだよな。野球がかなり変わっていく。ご視聴ありがとうございました。もしよければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。